MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は千葉県袖ヶ浦にやってきております。はい、袖下です。 RC スタジアム袖ヶ浦、明日がですね、カズキカップが開催されるということで、今回はスピードキングツアーの運営じゃなくて一選手として参加しようということでやってまいりました。朝の4時ぐらいに到着しまして、今が8時台ですもね、さっきまで寝てました車の中で大変ですよ。いろいろとね、経験してないことをこれからいろいろとやるんです。タイヤとかモーターとか本当にね、このコース自体まともに走ったことが今までないので、ちょっとね、お試しで 2,3 周させてもらったことはスピキンの時にあったんですけど、もう自分の車で走ったことがないので、もうどうなることかっていう感じなんですけれども、ちょっとね、目指しているところがありまして、今日ぜひとも試しておきたいということで参加させてもらうんですけれども、まずはね、ピットの方準備整いましたので、そちらへ行ってレースを準備ということなんですが、路面がねまだ濡れてるんですよ。昨日降った雨の影響でまだちょっと走らすわけにはいかない。まだ水たまりも残ってるぐらいですからね。でこの後、空だいぶ青空戻ってきてますんで、回復を待って、コースインの方もしていきたいということで、ぼちぼち準備の方を始めていきたいと思います。ということで今回はですね、スペシャルゲストに2023年、スピードキングツアー TC2 クラスチャンピオン、キュアメン選手とお話を伺いたいと思います。改めてチャンピオン獲得おめでとうございます。 ありがとうございます。もうちょっと時間経ちましたけれども、改めてチャンピオン獲得の気持ちというのはどんな感じですか？まあそうですね、まあ1年通してやっぱり楽なレースってなかったですし、一戦一戦すごく大変でしたけど、まあなんとか、一戦一戦着実にポイント積み重ねていって、まあチャンピオンになれて、まあ良かったなと思います。開幕から今年はチャンピオン取るぞと、そうですね、いうことを明確にね、去年悔しい、結果があったんでね、だからやっぱりその思いを今年に持ってきて、でしかも全部出るぞと、いうことで言うたらもう有言実行で、ちゃんと全戦で解禁で出ていただいた上でチャンピオンも最終戦で決めるという、まあ本当にもう絵に描いたようなサクセスストーリーでしたけれどもただ本当山あり谷ありでね、そうですね、ちょっといろいろありましたね、また蒸し返すようで申し訳ないんですけれども、本当にネクストですか、そうですねもうね、もうみんなもう行くなよだなんで線ないから行っちゃったよね。そうですね、練習も含めて一回も行ってないのでねえ、まさか自分でもやると思わなかったんですけど、本当にピョーン、行っちゃいましてね。そうですね、ちょっとぶっ込みを警戒しすぎて、ちょっとや、因果ありきすぎたって感じですけど、まあ客観的に見ればね、言うたら2秒ぐらい差があったのかな、もっと空いてましたかね、もっと詰まってた、いやもっと詰まってました、詰まってたように思ってた、まあ、もう真後ろにいたと思うんですけど、イメージとしてはね、多分でもぶっ込まれる距離ではなかったと思うんですけど、もうでも自分も分かるんですけど、もう本当にもうサイドバイサイドになってるぐらいの気持ちになりますもんね。そうですね、で行っちゃった、行ってしまいましたね、計測ラインのないとこ、まあ私その時ね、ダメだよってね、もうカウントしてないってなった時にもうねえいやドラマでしたね。そうですね、あの時だから結局、8位だったかな、だから順位もだいぶね、落ちちゃって、ポイントとしてもだいぶもったいないことしちゃったんですけど、逆にどうなんですか、あのあと気持ちの切り替えっていうのはどうやって持ってったんですか？そうですね、ただとりあえずやれることをやるしかないかなと、とりあえずもう。で、自分を信じていった感じですかね。
でその後もしっかりね、はい、あのポイントの方は取って、まあね、まあなんとか、はい、ここで あのレースも結局まあ予選だけで終わっちゃったっていうのもありましたけど、まあね、ああいう時にしっかりポイント取れたんですよ。まあそうですね、あれはもう優勝以外はちょっと、うん、もう優勝を取らないと本当に引きずるなと思ったんで、ということはもう予選1回目ではあったけれども、はい、もう全力で、そうですね、全力ですね、もうちょっと天気も怪しかったですし、かなり、なるほどな、ね、はい、勝負をかけたことがしっかり結果につながったと、まあ、そうですね、はい、なるほどね、普段、まあ、このスピードキングツアーだけじゃなくて、はい、まあ、タミヤのレースであったり、はい、今日もカズキカップもそうですし、はい、あのそもそもチームが北総さん、あ、はい、北総サーキットというところがあるんですかね、はい、でそこをホームにして活躍されているということで、まあ、はい、RC 歴そのものは何年ぐらいになるんですか。 RC 歴、まあ、中2ぐらいからやってるんで、うん、18年お、まあまあ、ちなみに今、はい、お年をいくつですか。33です。30も若い、はい、20も若いんや53 親子やで、親子ほんま、うん、はい、おなんだよ、春樹そんな感じ、はい、あ、そうですね、若いですね、はい、でもまあまあ、じゃあ、中学からラジコンを始めて、まあそうですね、はい、まあ、20年ぐらいやってるっていうことで、まあ、はい、で、先日はあのタミチャレ、あれはファイナル、まあ、クライマックス、クライマックス、はい、タミチャレクライマックスにも参加したり、はい、あと、JM の方には出たはるんですか。 JM は出たことないですね。全日本にはまだ出たことがない。出たことないですね。それはなんか、いや、まあそうですね、あんまり、まあ、今までちょっとブーストのツーリングとかもやってなかったんで、うんうんうん、うん、そうですね、ちょっとまあ全日本とか、そうですね、機会がないというか、まあ、まだ出てない感じです。お、来年行っちゃう、うん、行っちゃう、まあ気持ちは、うん、そうですね、ちょっとまだ分からないですけど今日も、はい、ブーストあるっしょ、だって TC1 でしょ。そうですね、はい、TC1 やから 21.5 ターンの、はい、ブーストじゃない。そうですね、はい、でしょ、いけるじゃん試金石、まあ、試金石、そうですね、ちょっと、うん、まあ来年ちょっとそうですね、 TC1 やってみて、今宣言しました勝手にさ勝手にですか、マジっすかいやいや、あのね、ちょっと、あの、うん、各言う私もね、はい、来年ちょっとあの全日本出たいなと思って、あ、そうなんですか。で、このシルバータイヤも、はい、うん、タイヤウォーマーも、はい、全日本ならではなんで、うん、普段全然やってないから、そうですね、で今回 21.5 ターンも初めてなんですよ、私ね、はい、だからこのそれもこれも全部その、はい、全日本のための、はい、ちょっとあの経験値と思って、はい、来たんですよ。あ、はい、一緒一緒、あ、一緒ですね記録残しましたから、ね、そうですね、うん、残っちゃいましたこれでもう後に引けないということでね、まあ、よし、2024年は対決初参戦、確かに初ですね、確かに、そうそうそう、そうですね、確かに初参戦組でしょ、はい、初参戦組です。これちょっと面白い企画になって、うん、なりましたね、はい、いやいやいや、だからあの結構あの近年ね、はい、JM のレースちょっとこうエントリー数が落ちてるっていう話もあるじゃないですか、はいはいはい、でそこにこう我々もこうちょっとこう参加することでね、はい、盛り上がったらいいなと思って、はい、うん、ということで極めて出るっていうことは出るんですか、まあまあ、はい、まあその方向でね、うん、まあまあそうですね、はい、ね、まあどういう事情があってこうどうなるか分かんないんで、うん、はい、一応私もね言うとって何かの仕事とか入って出られへんとか十分あるんで、うん、はい、まあ、一応それはそれとして、うん、あの何も準備しないというかあかんからね。そうですね、はい、うん、じゃあ今日これいい経験にして、そうですね、はい、頑張りましょうよ、はい、頑張りますねえ、はい、ということで来年は
スピードキングツアーも TC1 そうですね、はい、にステップアップですね、はい、もうチャンピオン取りましたからね、はい、そうですね、 TC2 卒業で、はいはい、で、加えて JM に挑戦できればする。あとタミヤもね頑張ってはるから、まあそうですね、クライマックスで、はい、ちょっと今年悔しかったかな。まあそうですね、ちょっとレベルがすごかったですね、うん、ちょっとクライマックス A なんですけど、うん、本当もう 0. 数秒の差で A 面いけるかいけないか決まってしまうんで、そこにこうガッとひしめいてくるわけでしょ。そうですね、何台も、うん、すごいレベルですよね。まあで、まあ、はい、クライマックスでもちょっと来年は A 面いけるようにちょっと頑張りたいかなと思います。そんなクラメン選手の大注目ということで、はいはい、今日はちょっとまだね走らすまでに時間があったので、はい、いろいろとお話伺いました、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。クワメン選手に注目です、タイヤの準備を進めております。もうウォーマーかけた状態でほぼ5分経ちました。で、これを外すということで、はい、外して、で、あのぬめりがなくなるようにちゃんと拭いてあげるということだそうです。はい、キムワイプ系ね、これを使ってで、拭ってあげるっていうか、乾いてちょっとかけすぎたかもしれない。まあまあまあいいでしょう、まあいいでしょう。ということでボディをかぶせて行ってみたいと思います。早速コースインです。さあ、それでは TC2 のマシーンで初袖スタということになりますが、いっぱい走ってるんでちょっと邪魔にならないように気をつけていきたいと思います。さあ、ニュータイヤですんでね、どうなるか分かりませんけれども、でコースレイアウトも今回変わりましたので、こうなってるんですね、まあ、変わったって言ってももともと走ってないんで、もう何とも言えない。で、何ラップかしてるとどんどんグリップが上がってくるそうですので、これ最初はカバ向き状態です。まだちょっとナーバスな感じですけれども、続いては TC1 のタイヤ鳴らし行ってみたいと思います。こちらは BD12 です。 21.5 ターンです。もう夕方の5時を回りまして、外は真っ暗でもう練習走行終了時間ということになりまして、まあ、明日の準備に入っております。タイヤもですね、もう今日のうちに購入して、もうバリカットなどはもう済ませておくと。で、選手によってはもう皮むきも済ませてあるということで、もう明日いきなりポンと使えるということなんですね。
細かいタイヤの使い方とかまだね、一応聞いてはいるんですけれども、また詳しく紹介できたらなと思っておりますけれども、一方でキュアメン選手、今日ねずっと横で一緒に頑張ってたんですけれども、はい、仕上がり具合はどうですか？そうですね、まあちょっと TC1 の車で本格的に練習したのは今日が初めてなんで、まあ今日はもうまずコース上に車をとどまらせるだけでもう精一杯だったんですけど、まあとりあえず壊さずに終わってたんで、うん、まあ良かったと思います。ね、TC2 ではもう向かうところ敵なしの速さでのチャンピオンだったんですけど、やっぱ TC1 の速さ、まあ、21.5 ターンというのはですけど、はい、だいぶ違いますか？そうですね、やっぱり握り始めはやっぱり意外とマイルドなんですけど、うん、やっぱりブーストターボがかかり始めるとやっぱりパワーはとてもあります。ドカーンと。そうですね、確かに TC2 はノンブーですからね、はい、この差は大きい、でかいですね、はい、なるほど。ただそのあたりはしっかりアジャストしてくるのがキュアメン選手、はい、しっかり手応え掴んで、あ、そうですね、はい、明日はいよいよということですね、はい、楽しみにしております。楽しみですね、はい、ありがとうございます。今日は横で一緒にいろいろ楽しく仕上げてくれました、はい、キュアメン選手、はい、また明日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、他の選手の皆さんももう続々と明日の準備を進めているというところで、はい、いよいよ明日はレース編ということになりますので、またたっぷりとご紹介していきたいと思います。今日登場なかったチーヨコの皆さんも明日は出てくると思いますので、今日来てないんでね、はい、また楽しみにしておきたいと思います。